日々過ごしているとすごくいろんな問題に当たると思うんですけど、そんな時にも優しさと温かさがあれば大変だけど解決することができるという、なんだかそういう勇気を私自身与えてもらったような作品でした。心が疲れていたらこの映画を見て最後まで癒されて帰っていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。はい、ということでムービー OK だということでフォトセッションこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。ということで何やら今会議が行われておりましたけれども、最後に何か特別な演出で締めたいということなんですが、賀来さん大丈夫そうですか？大丈夫ですか皆さん逆に大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。私大きい声頑張ります。大きい声頑張ります。はい、何やら秘密の打ち合わせが行われておりますが、じゃあ賀来さん行きます。はい、お願いします。行きますよ。金の国、水の国、2023年初泣き。あ、来た。あ、すごい。ありがとうございます。上空からは500羽の鳩が待っております。500、500。わー、すごい。500羽ですね。あ、長いですね。あ、いいですね、綺麗ですね。綺麗。こんなによく飛ぶね。ねえ、すごくない？すごいすごい。500羽の鳩が待っております。これいいですね。ぜひゲットして持って帰ってください。こんな飛ぶんだ。いや、ちゃんと、あ、取れた、あ、キャッチした。はい、ということで以上をもちまして金の国水の国ジャパンプレミアを終了させていただきます。皆様今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん鳩を拾って帰られてますね。ご登壇いただきました6人の皆様、今日はどうもありがとうございました。